はい、みなさん、こんにちは。ひろしの時事ニュースチャンネルです。えー、今日はですね、あの、ウーバーイーツでまた、デマポイステ騒動っていう、これ、これですね。これ、j キャストニュースを今見てるんですけども、ウーバーイーツでまた、デマポイステ騒動 え、ておりますっってていうニュースが入ってきたんでえまたウーバー t s やっちゃったのと思ったんで、ちょっと放送してみることにしました。何を考えたらご、料理をゴミ箱に捨てるのかなってすごい気になったんで、ちょっと読んでたらですね、正直意味がわからなかったんで、ちょっとですね、あの、まず本文を、このニュースの本文を全部読みながらですね、ちょっと自分なりの見解をちょっと述べさせていただきたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。まずですね、ちょっとあの、このニュースの、え、あれを、えー、本文を読ませていただきます。 いただきます。で、飲食高配代行サービス、ウーバーイーツの利用者が注文した商品をゴミ箱に投棄されたと訴え、インターネット上で注目を集めている。ええー、運営会社は取材に、当該配達パートナー及びお客様に対しては適切に対応させていただきました。とコメントすると。適切だったんだね。はい。あ、ちなみにね、この人ですね、一応ね、ツイ にあるこの山田稲三さんっていう人ですね。ウ、えーバ、e えーイーツ受け取っていないのに配達済みになってたから探してみた。ゴミ捨て場にゴミ、えー、捨て場で見つけた。お店の人の入れてくれたチラシが <laughs> 物悲しいって書いてあるんです。これ後でもう一回見ます。あ、そうだちなみにあの僕はあの。 なんですかね。あの、ツイッターアカウントを作ったので、よろしくお願いします。初めてツイッターやります。はい、どうでもいいですね。はい、すみません。はい、行きます。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、過去にも類似騒動。ツイッター、Twitter、ユーザーの男性が2019年12月4日、容、え、器、ー、中で具材が飛び散った担々麺の写真を投稿した。担々麺は u b e r a t s で頼んだ商品でゴミ箱に捨てられていたという。 投稿によれば経緯はこうだ。12月4日昼、4人分の担々麺を注文したところ、配達予定時間を過ぎても届かずア、アプリ上では受け取り済みになっていた。アプリで配達員の位置情報を確認すると、配達場所の敷地内には来ていた。ああ敷地内に来てたんだね。誤って他の部屋に届けた可能性を考ええー、隣の部屋に聞いて回ったけども、誰も受け取っていなかったというと。はい。えー、ちょっと待ってくださいね。えー、見えるかな。いはい、えー。以前、Uber Eats の配達員が料理を投げ捨てて、 いた騒動を思い出し、えー、念のために共有スペースのゴミ箱を見ると容器に入った担々麺が破棄されていたやば、えー、奪いはね、あ昔もあったね確かねで配達員とは一向に連絡は取れずカスタマーセンターに報告しても返事はなし、えー、しばらくして全額払い戻しがり500円分のクーポンも送られてきた えー、その後、カスタマーセンターと連絡がつき、男性は、アプリ内の連絡履歴を確認してもらっています。その上でルールから逸脱した廃棄方法だと判断したから返金したのだと思いますと予想。ウ、えーバーイーツの運営会社から詳しい経緯を聞いていないようだが、す、え、で、ー、にウーバーイーツから何らかのペナルティが与えられていると思うので、追求するつもり、あ追求するつもりはないです、とツイートしています。えー、なお、うちの着信履歴は、なお、うちの 着信拒否はしていません。回数部屋名は伝えてあります。部屋名は扉に明示されています。と、えー と、中期するということですね。で、えー、っと、運営は再発防止、えー、投稿は10日現在、2000近くリツイートされ、配達員との行き違いだとしても、食べ物がこんな状態になってるのは辛い、えー。サポートに、えー、なぜそういうことに、そういうことを行ったのかまで入念に調べてほしいなどの反応があった。えー、運営会社の Uber Japan は12月10日、JCast ニュースの取材に、個別の案件の詳細については、プライバシーにも関わるためお答えしておりませんとした上で、Uber、えー、は、 すべ、えー、ての方に安全で快適に Uber Eats のサービスをご利用いただきたいと考えており、えー、このような時代に対して深刻に捉えております。当該配達パートナー及びお客様に対しては適切に対応させていただきましたということですね。えっ、ー、と、大筋で認めに対応済みだとすると。えー、再発防止に向けては今後もすべてのパートナー及びお客様が Uber Eats のサービスを安心してご利用いただけるよう、ほにゃほにゃっと書いてありますね。はい。えー、で、この山田勇さんですね。この人のツイートなんですけども、 まあ実際にどんな感じになってたかというとですね。えっ、ー、と、ちょっと待ってくださいね。こうかな。はい。えー、これゴミ箱パカッと開けた、えっ、ー、と、写真かなちょっと聞ないち。ちょっと見にくいですね。えっ、ー、と、これですね。ご注文ありがとうございました。これゴミ箱に入ってたんですね。この、この店主の方かわいそうですね。これね。 天守の東山ですって書いてありますよね <laughs>。遠山かなごめん。名前間違ってたらごめんなさい。はい。料理ブログもやってるんですね。で、この方書いてあって、で、こんな感じでね、ぐちゃってなってますね。なんかこれ悲しいですよね。食べ物を粗末にするっていうのは、ちょっと俺には理解できないなな、なんで敷地内に来たんだからそのまま届ければいいじゃないですか。ね。たとえ途中で嫌になっちゃったんですかね。たとえね、途中で嫌になっても届ければいいのにね。なんか、ヤフコメとか読んでると、 あのなんだろ、ウーバーイーツ、なんか6割カットとか、なんか給料がカットされてみんなやる気がなくなってるんじゃないかとか、いろいろコメントとか見るんですけど、関係ないですよね。食べ物に罪ないし、これ頼んだ人にも罪はないし、嫌ならやめればいいんですよ。ま、あんまりね、ちょっと突き放すも嫌なんですよ。とったら、もう給料が済んだったらやめればいいじゃんって、も辞めたら次どこに行けばいいかわかんない人もいるんですよね。いるけども、ただ、これ、食べ物を粗末にしていいかってのは別の話ですよね。うん。で、これさ、下見るとさ、 あのー、これ、店主の、この方もいるんですよね、さっきの。あの、このタ、タンタンタイガー店主さんもコメント書いてるんですよね。タンタンタイガー店主の遠山と申します。えっ、ー、と、この度はご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。今回の、今回のウーバーのご注文に関して詳細をお伺わせいただきたく、DM させていただいてもよろしいでしょうかって書いてありますよね。店長登場みたいな感じですね。うん。まあ、ただね、まあ、本当に、 食べ物に罪はないですよ。食べ物をやっぱり粗末にするっていうのは、ちょっとあんまり関係ないかなって思うんですよね。労働環境悪いのはわかるんです。で、自で、でも自ら配達バイトはしてるんですから、一応責任を持って仕事はしてほしいですよね。しかも、敷地内に来てるんで、なんで敷地内のゴミ箱に捨てていくんですかね。 それがよくわかんないなーってのはちょっと思いましたね。うん。なんかね、給料安いんだから当たり前だろうとか、ね、なんか労働にね、そういう善意を求めるんだったら多額の給料をね、もっと払えよとか言うんですけど、これ労働に善意を求めるとかっていうレベルじゃないですよ。多分もう捨ててるんですから、手渡さずに。ね。なんかニコニコで、ありがとうございます、お客様神様です、何でもいたします、なんてそこまでしなくても僕はいいと思うんですよ。ただゴミ箱に捨てるってちょっとなんかどうかなと思いますけどね。うん まあなんだろう、ウーバーイーツってまだ日本人にはちょっと早すぎる業種なんじゃないかなともちょっと僕思います。うん、まだなんか慣れてないっていうか、どっちもね、ウーバーイーツ配達する側も、その、なんだろう、う注文する側もちょっとまだ慣れてないような感じを受けますね。うん。もともと確かに出前文化って日本には昔あったんだけど、僕も三十何年生きてきて頼んだことあんまないですね、出前ってね。 うん、で、それをアプリでやろうとしてるわけですからね、うん。まあでも本当にね、なんだろう、シンプルになんでこんなことすんのかなっていう純粋な疑問はありますよね。うん、だんだんこう結構日本も行きづらくなってきてるんですかね。うん、なまあ、ウーバーイーツの仕組み、うん、もしかしたらですけど、まあそもそもね、あの時間が空いた時片手まで働いてるような人たちですよね、副業なんで。だからやっぱり、ちょっとまだまだ改善というか、 えそういう改善は必要かなと。まともに、ちゃんと配達してくれないだろうなって思いつつ頼まないといけないような状況なんでしょうね。うん。だから完全に信頼をして頼むと、もしかしたらダメになっちゃう。うん。あまだまだまだなんかウーバーがそういう状況なのかなって思いますね。うん。僕もまだちょっとウーバーいつは利用できないなうん。こういう人がいるっていうのはちょっと怖いですよ。もしかしたらね、食べ物に何か入れられてる可能性とかも。 大いにありますからね。うん、だから、嫌になっちゃって捨てちゃうだったら、まだわかりません。わかりませんけど、僕は。まだね、まだなんとなく納得ができるけど、あもう、ふざけんな料理に、唾入れてやろうとか、料理に、ね、毒入れてやろう、生産狩り入れたろうとか、なんかね、なんか、ゴキブリの駆除剤入れたろうとか、そんなことされたらたまんないですよね。ね洗剤入れたろうとか。なんかお店がね、 結局、バカ見ちゃうし。まあ、どっちも傷つきますよね。食べた人も、お店も。みんながダメになっちゃう。ね。こうやって捨てる人がいるってことは、これ、もしかしたら、氷山の一角かもしれな、しれませんよね。もしかしたらこういう被害、いろんなところであるかもしれない。うん。だから、ちょっとね、ウーバーイーツ、少し怖いなって僕ちょっと今回思いました。僕はまだまだちょっと利用するのはちょっと遠慮しておこうかなと思います。はい。 すいません。えー、長々と。えっ、ー、と、まあ、今日はね、ちょっとウーバーイーツちょっとディスってしまったんですが、もしかしたらね、ウーバーイーツ、いや、いいよ、ウーバーイーツ、すごい便利だよっていう人もいるかもしれませんので、そういう人にとってはごめんなさい。あの、なんかそういうこととかもあったら、あの、コメントにぜひ書いてください。ウーバーイーツ利用してる方のコメントをお待ちしております。 はい。では今日はこのぐらいにしておきます。あの、もしチャンネル登録とかしていただけると大変あの、励みになりますので、えー、もしよかったらよろしくお願いします。あの、コメントとかもどんどん書き込んでください。はい。では今日はこのぐらいにしておきます。ありがとうございました。失礼いたします。